これは地中水芽が6個以上ついている六角バナナ。六角バナナのバナナですが、あるいは三角バナナのバナナですが、私にとってはそれらはプランテンでしかありません。生食、生食、デザートバナナということではなく、基本的には料理バナナ、火を加えて調理料理する、まあ、加熱型の料理バナナイコールプランテンという位置づけです。これは、まあ、カット、家計を非常に短くカットバックしたボカブなんですが、基本的にはですね、まあ、これも成長はするんですけれども、これだけ多くの水芽がついていますので、まあ、目立つのだけでも1ですね。2、それから、ここに3とありますね。その他にも、こういうものとか、こういうものとかですね。これはかなりの複数本立ちを成立させることができるボカブとしての価値の方が高いと思うんですね。八丈島から取り寄せた苗なんですが、まあ、耐寒性があるとか言われていたプランテンなんですが、まあ、プランテンというのはですね、基本的には一般的な生食バナナ、特にキャベンディッシュ系とかシルク系とかよりもですね、耐寒越冬性が当たり前にある品種なんですよ。で、それを生食バナナと勘違いしてしまうのが名称なんですね。三角バナナとか六角バナナとかですね、あるいは四角五角バナナっていうと、バナナがプランテンではないと思う、まあ、あまり知識のない人たちが多いもんですからね。それで私はデザートバナナ以外のものはですね、日本で流通しているいろいろな苗、まあ、珍しいもの好きで落札する人たちが多いんだろうと思うんですが、まあ、例えば熊本バナナ、宮崎バナナ、鹿児島バナナなどといっても全部それらはプランテンですよ。沖縄で三角バナナとか料理バナナ、調理バナナ、青バナナ、野菜バナナ、天ぷらバナナなどと言われているものはプランテンですよ。島バナナとかね、マッサンバナナとか、南和バナナとか、そういうものとは一線を画する加熱料理に向いたプランテンですからね。で、六角バナナも私にとってはプランテンなんですよ。まあ、プランテンはですね、腐る前、不熟する前の
2日間ぐらいの完熟期間、もうそれ以上置くと腐熟してくるという直前の一両日ぐらいは糖度が非常に高まるものですから、皮をむいて生で食べれば甘いんです。まあ甘くて美味しいという人たちもいます。まあ美味しいはについてはどうこう言いません。甘くなるのは事実なんです。例えばデザートバナナの方に分類していいと思うミャンマーバナナとかスクエアバナナとかいう旧那覇バナナ園さんが販売されていた苗ですね。それらは一般的なプランテン、三角から六角までのプランテンよりはデザートバナナにだいぶ近いんですね。菓子の形はスクエア、四角という名前からも類推できるように角型なんですけれども、例えばミャンマーバナナと三角から六角までのプランテンに分類されるものとはちょっと違うんですね。デザートバナナに近いと言えると思うんです。もちろん料理バナナ、プランテンとかね、スクエアバナナという名前で販売されていた苗たちは料理バナナとしても非常に価値の高いものです。どちらかというと三角バナナを料理するよりもミャンマーやスクエアバナナと言われてきた苗ですね。それらを料理バナナに活用する方が私は高級料理にできるんじゃないかと見ていますね。さてこれはまあ出品しますけれども、落札する方がですね、まあどのように育て、どのように活用するか、それはその方のご自由ですから、私はあれこれ言いません。まあ、八丈島から数年前に入手した苗で、そうして六角バナナで甘くて美味しいとかの地では言われています。それに対するコメントはそれ以上は私はしたくありませんので、まあ複数本立ちにするボカブとしては価値がある、まあそれだけは私は知っていますので、そういう意味で出品いたします。